かつて競馬界を沸かせたスーパースター田原正規、マヤのトップガンや東海帝王などに騎乗し、1990年代の競馬ファンなら知らぬ者はいないスーパージョッキーであろう。しかし、とある事件をきっかけに突如として競馬の表舞台から消えることとなり、現在ではトースポの G1 予想にたびたび出演しているジョッキーだ。ゲームでも大バラとなっていたり、久保村とごまかされていたり、となかなかアンタッチャブルなものとして扱われているが、果たしてそんな破天荒ジョッキー田原正規とはどんな人物なのであろうか、解説していきたいと思う。騎手田原正規が競馬に関心を持ったのは第40回日本ダービーである。当時大井から来て競馬ブームの先駆け的存在になるハイセイコーが人気であったが、そのダービーで勝ったのはハイセイコーのライバルタケホープであった。田原はそんなスターホースのハイセイコーではなく、あの、ハイセイコーを破った島田勲の竹ホープを見て、これだ。その時田原が騎手になることを決意した時、出会ったらしい。そんな近所の竹やぶを手にオンボロ自転車に乗って、騎手の真似をした少年時代の田原は、天才騎手として競馬で名を挙げることになった。騎手となった田原は初年度から勝ちまくると、1983年、1984年にリーディングを獲得し、リードホーユー、ハッピープログレス、マックスビューテ、東海帝王、マヤのトップガンなどの名馬に騎乗し、競馬史に残るジョッキーとなった。そんな田原は人望にも厚く、社長、と呼ばれた田原から気に入られていた藤田真嗣をはじめ、三幸秀明など様々なジョッキーとの親交もある面倒見の良い性格をしており、非常に人望も厚くかっこいいジョッキーであった。特に気に入られていた藤田真嗣に関しては田原に影響を受けている部分もたくさんあり、綺麗な騎乗スタイルにこだわったり、時にはド派手な行為をしたりするものは、おそらく田原に影響を受けたものだろう。そのことは、特別模範男、で詳しく書かれているため、また解説できる機会があれば、解説していきたいと思う。また騎手でありながら執筆活動にも専念し、参考資料としても用いられている競馬場の風来坊、や、あれや馬これやば、など、漫画の原作からエッセイに至るまでを手掛けるくらい、多様な才能を持ち合わせていたのである。しかしトラブルもかなり多く、八百長疑惑をかけられた猿のキング事件や、猿のキング事件は濡れ衣であり田原本人も八百長は否定、サンケイスポーツの二特者と揉めた 3A39 事件、救いようのない馬主特者と現場が衝突した報われない事件、そして口述する競馬界から消えることとなる犯罪行為など、いろいろな意味で豪快なジョッキーであった。しかし騎乗スタイルはとても真面目かつ馬のことを思った真摯なものである。田原の騎乗スタイルとしては、力より技で馬を出す、というものだ。水が高いところから低いところに自然に流れていくような、そんな騎乗を目指していたという。もっとかっこよく、リフォームで乗れるように、もっと柔らかく馬に沿ってやれるのに、と常に馬のことを考えて乗る。それが田原の騎乗スタイルなのであろう。そして騎手としての魅力も著書で田原は語っている。騎手とは打ち上げ花火のようなもの、一瞬しか咲かない美しさは、一瞬だから美しい、レースは一瞬一瞬で勝負が決まる、やり直しができない、それゆえに騎手は大変だが、その一瞬にかける気、そして心技体、一瞬の緊張感は私にとって、たまらなく魅力的なものだ。この例えのうまさはまさしく指摘であり、天才、田原正規が持ち合わせていた騎乗での完成というものなのだろう。さらに田原は、こんな俺でも誰かのために、そんな精神でレースに臨んでいたらしい。レースで少しでも前の着順に馬を持ってこれた時の関係者の嬉しそうな顔を見るとき、半端者の田原でも誰かのために少しは役立っていると感じていたそうだ。そんなジョッキーとしての喜びがあったからこそ、田原は一流のジョッキーとして続けてこれたと語っている。そんな田原は、1998年に騎手を引退、その後調教師に転身するも覚醒剤を使用したことが発覚してしまい、2017年1月18日までの間、当時最大であった15年間の競馬への関与を停止されてしまった。その後、2010年にまた覚醒剤をやって再逮捕されてしまう。しかし、近年ではトースポの紙面で復活、G1 の時には競馬予想にたびたび出演している、グランアレグリアをガッキーに例えたりするなど独特の感性は健在で、多くのトースポ読者をうならせている、JRA や世間を騒がせた天才。田原正規、まだまだ書けることもたくさんあるし、田原正規という人間自体が、JRA でアンタッチャブルなものとなっており、ネットでも情報も少ない。今回僕は田原関連の著書を手に入れたので、様々な視点で紹介していきたいと思う。そしてトースポ四つ目では田原正規語る、シリーズでインタビューを受けており、田原ファンだけでなく競馬ファンに見てほしい。そんな内容となっている。ということで以上です。これからも田原正規ジョッキーに関して、東海帝王との絡みや、マヤのトップガンや 3A39 事件といったものも取り上げたいと思っているし、田原正規という人物に影響をかなり受けた、藤田ジョッキーの動画も作りたいと思っています。
ぜひこれらの動画を見逃さないよう、チャンネル登録・高評価してもらえると幸いです。ご視聴ありがとうございました。